皆さんこんにちは、バスケットボールプレイヤーのオコエモニカです。はじめましてじゃないねいつも応援ありがとうございます。先日 SNS で移籍の発表をさせていただきました。急だったのでたくさんの方々を驚かせてしまったんではないかと思います。直接こういった動画や自分の口で移籍のことについてファンの皆様にお話しできればと思って YouTube に投稿させていただきました。 Instagram だったり SNS の言葉だけじゃ伝えきれないなと思ったので動画で皆様にお伝えします。ではまず改めてギリシャのチームからオファーをいただき移籍することになりました。これは先日行われてたワールドカップでオファーされて決めたというわけではなく、その前にオファーをいただいて行くことを決めました。ですのでちょっとワールドカップ期間に報告するのはちょっと自分も集中したいなっていうのもあったし、ファンの方々を驚かしてしまうっていうのもあったので、このように遅くなってしまったことを本当に申し訳なく思っております。そして富士通のチームのみんなにも、やっぱり今チーム作りをしている中こういった決断をしてしまったことを本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいでいます。でここからはなぜ移籍を決意したかをお話ししたいと思います。まずなぜ海外に行ってみたいって思うようになったかというと、初めて A 代表に招集された時からすごく海外のプレイヤーの体の強さだったりコミュニケーションの取り方に刺激を受けました。バスケだけでなく人間としても成長したいと思い移籍を決意したのも理由です。新しい環境、新しい人間関係、時には寂しくなったり家に帰りたいなとか思うこともあると思うんですけど、それもバスケットボールプレイヤーとしても人間としても成長できるんじゃないかなと思って今回移籍を決意しました。で、まず最初にオリンピックに出ることが自分の夢だったので、その夢が終わった後にどういう自分になりたいかとか次の目標を考えた時に、海外のリーグ次の大きな一歩を踏み出したいなと思うようになりました。富士通のチームを抜けることは本当に申し訳ないと思っていますし、富士通のみんなと、日本一をまた目指したいなっていう思いもあったんですが、やっぱり一度きりの人生なので挑戦したいと思った今やっぱり挑戦するべきだなって思って決意しました。次にですね、ギリシャのチーム名はこちらです。すいません発音がよくわかんないので私もなんかなんて読むかはちょっとギリシャ語なんでちょっとわかんないんですけど、こちらがチーム名になります。拠点はアテネになります。なので私はシティガールでシティガールです。で次に、ギリシャに行くことで不安に思ってることは、友達だったり、まあ、家族がいないのも、まあ、当たり前ですよね当たり前なんですけど、まあ、私のスーパーポジティブでなんとかしていこうじゃないかと思っておりますであとはご飯がどういうものがあるのか全然予測不能なので、そうですね、食べて いきますであとはギリシャに行ったことある人や滞在してる人がいれば、ギリシャにこれは必要だよっていうのがありましたらコメントに書いていただけると本当に嬉しいです。で次にギリシャでの楽しみなことは、ギリシャといえば何島だっけ、あれ、サントリーニ島っていう島がなんか真っ白な家が立ち並んでるところに、まあ、行ってみたいなっていうのはありますね。あとは海とかで、まず新しい環境なので不安ではあるんですけど逆に楽しみにしています。あと楽しみなことはやっぱバスケの部分で海外の選手とやれること、だから新しい自分に出会えるんじゃないかなって
すごくワクワクしています。あとはご飯が美味しければいいなっていう、自分の口に合えばいいなっていうワクワクもあります。改めまして、私はギリシャのチームに、移籍いたします。そして挑戦してきます。今あのチーム作りをしている中、頑張って来いと背中を押してくれた、押してくださった、富士通の皆様やチームメイトにはすごく感謝していますし、私も自身も頑張っていかないといけないなと、こう背中を押されました。富士通のことはあの遠くからにはなりますが、私自身も応援してますし、試合もちゃんとチェックしていきたいと思います。あ、私の試合のチェックも忘れないようにお願いします。そしていつも応援してくださるファンの皆様、このようにあの開幕直前で報告になってしまったことを本当に申し訳ないと思っています。自分の決めた道をぜひ応援していただければなと思います。では元気に明るく元気に明るく元気に行ってまいります。ちょっと初めて YouTube を載せたのでよくわかんないんですけど、なんか質問があればコメント欄にしていただければ私は目を通すので、コメントにもこれからは答えていきます。グッドボタンとチャンネル登録となんとかをよろしくお願いします。ちょっとわかんない、全然見てない。グッドとチャンネル登録とコメント、あ、グッドとチャンネル登録とコメントだそうです。マネージャーが言ってます。私のマネージャーが言ってます。そう、お願いします。あのこれから海外生活も載せていくので、本当チャンネル登録していくのしとくのがおすすめです。ではまた元気な姿を見せられるようにまたお会いしましょう。バイバーイ。